あ,あ、こんばんは、マーティン。ラーのミラクーボーイ、キングタクです。今日は13歳のハローワーク。本書いてきて、13歳のハローワーク。いろいろな職業を言います。まず、花や植物が好きな人。まあ、自然と科学にする仕事。フラワーアレジメントの先生。まあ、デザイナーを取らなきゃいけないし。あとは、フラワー装飾技能士。フラワーデコレーションとかも資格を取らなきゃいけないです。あとは、稼働の伝授。教授。イケボー流。スクサつき流。 お古竜などいろいろあってまあ先生として稼働をし合いますあとは盆栽職人これ大変なもんです盆栽のイベントもありますねはいあとは庭師これ見かけますね植木職人はい植木ですねはいあとは樹木医、まあ、お医者さんですねはいグリーンコーディネーターまあいろいろ観葉植物を用いる先生であのコーディネーターで、ね 園芸装飾技能士1から3級フラワー装飾技能士12級資格ると有利グリーンキーパーこれ芝生のスペシャリストなんですいろんな芝生のメンテナンスですはい植物園職員あとは庭庭庭園設計士これ積まなきゃ大変ですランドスケープアーキテクトこれも大変な仕事です林業これも大変ですあとは、えー、動物ですねはい 獣医は確かに大変なもんでございます大学行かなきゃだめです動物看護師あとは動物園の飼育係これありますね水族館の飼育係これ大変なもんですね犬の訓練士警察犬とか麻薬探知犬盲導犬身体の不自由な人をたどつける介助犬などいろいろありますトリマー犬の病師、ブリーダーこれもう休みのない仕事あとはペットシッター あとは、ハンドラー。盲導犬訓練士。これ大変ですね。運動、シャンプー、トイレの世話。犬小屋の掃除とか、いろいろ、食事、水やりも大事な生活です。アニマルセラピスト。これ癒しですね。競馬調教師、これ大変ですね。休務員。これ競馬の関係の仕事。装丁士。これ馬の仕事。はい。家畜、人口家畜、人口受精士。これも大変なものです。牛にとって。ひな勘別士。 これ、鑑定ですね。はい。畜産農業ですね。はい。あとは野生動物調査。あとは動物プロダクション。オファーすればいいですね。左右の調教師。ウショうかりですね。ハ、は、ブ、い、羽り職人。これ大変なものです。今日は動物、植物に関する職業でした。バイバイ。